そうですね。あの一番最初にはですね、エネルギー療法よりも前にスクリーニング、えー、見立てですね。こちらを、えー、自分の中でもう少し何か確立できないかなというところから始まりました。そしてその後にですね、クライアルテクニックだとか上部脊椎カイロプラクティックその辺を学んで、さらにですね、何かもっと自分の中で元となるテクニックはないか、それを探している中で。 エネルギーというところにたどり着いたんですねそうですねあのスクリーニングテストに関して見立てに関してですけれどもやはりなるべく短時間で間違いなく何か患者さんお客様に対してですねアプローチできる方法はないか探していたんですね今までですと施術後にですねいかがですかとどうですかと楽になったでしょって聞いても楽になったけれどもやはり 100満足していないなするとどうしても症状を追いかけてしまうそういう施設だったんですね。さあスクリーニングテストを取り入れることによってお客様がどういう反応をしようが自分の中でスクリーニングでしっかりと改善できていると確信できればそれで OK という形になったものですから非常に自分の中で精神的に楽になりました。はい、あの 私自身ですね、やはりどうしても誠実の時でもそうですけれども症状を負ってしまう少しでも楽になって帰っていただきたいというところがあったんですけれども福田稔先生はですねそういう部位だけを見るなと体全体を見ろとそして人は治るようにできていると常にそうおっしゃっていました。ですの私自身がまあ福田先生との会話でもそうですけれどもどうしても細かいところといいますか え症状ばっかり目をやってしまうと先生はもっと全体を見て人間は治るようになっているんだからそこのところを自信持って精通をするようにとおっしゃっていただきましたそうですね私が今思っているのはやはり一家に一人セラピスト治療家施術家と思っております100%再現性はあると思っておりますそうですね あの時間の短縮というのが非常に大きいとかと思いますそして自分自身もにに関してては楽になっていますスクリーニングテストに関してもそうですけれども痛みだとか症状を負わないものですからそこのところで成立後にですねプラスになっていればスクリーニングテストでプラスになっていればそれで今日はこれおしまいという形ですので。 非常に効率は良くなってますしそれがまたお客様だとか患者様に還元できていると思いますそうですねあのまあ施術後の反応もそうなんですけれども施術前にですね、えー、テストという形でやるんですけれども体の症状だけではなくてですね例えば、えー、今日の朝ごはん何時に食べたかだとか何を食べたかだとかそういったものもわかりますし、えー、風邪の状態 お客様患者様が喉の調子が悪いだとかいうのがあればですねお客様から言われる前にこちらの方でちょっと今日喉の調子悪いんじゃないだとかあとは2日ぐらいから前から、ね、ちょっと調子が悪いんじゃないのだとかお客様患者様への先にですねそういったまだ言っていないことをこちらの方でしっかりとチェックできるところでお客様からは喜ばれています。 全体的にですね体の症状は改善はしていきます一つ一つと、えー、ってもですね改善してきますけれども体全体を通して見た時にやはりそういう症状を負わなくてもトータルで良くなっていくというとことがありますしまた今度は予防ですね、えー、今の状態が良くなって悪くならないということも特徴としてあります。あのー 前に来られた方で97歳ですかねの患者さんがいらっしゃったんですけどもあのい椎のまあ圧迫といいますか神経の圧迫でやはり歩行が困難ででえ杖をついて杖を両方2本ついて歩いてこられたんですけどもあのどこに行ってもよくならないとまあ近所の治療院だとか整形とか行っても思うようによくならないし手術はもうこれ以上したくないと。 そういった状態で来られて私の方でエネルギーテクニックを使って清掃した後ですねすごく楽に歩けるようになったと言って帰られた方がいらっしゃいますはい、今までですねいろいろなテクニックを身につけてこられていると思いますただその中で自分の技術が本当にお客様患者様に対してきちんと 還元できているのかそういったところで悩んだ方に対してはすごくこの私のテクニックは有効だと思います患者様お客様から喜ばれるテクニックですので施術家としてもやはり自分自身に最終的には返ってくる喜びとして返ってくると思っておりますのでぜひお勧めいたします